エフィナコナゾールは、トリアゾール系抗真菌薬で、14α デメチラーゼの阻害剤であり、真菌の細胞膜構成成分である、エルゴステロールの生合成を阻害する、爪白線治療薬、商品名クレナフィン。トリアゾール系抗真菌剤には内服薬や注射剤があったが、エフィナコナゾールは、世界初のトリアゾール系の外用剤として、 家建製薬株式会社で開発された。ケイラチンとの親和性が高く走行内、総称での高い抗真菌活性を示す。2013年にカナダで爪白線治療剤として認可され、2014年に日本とアメリカでも認可された。カナダとアメリカでは爪真菌症が適応疾患となっているが、日本では爪白線でしか認可されていない。 10%溶液が使用される。日本では直接強権、または培養等に基づき爪白もであると確定診断された患者に使用することとなっており、入手に際しては医師の診断及び処方箋が必要である。1日1回リカン爪全体に塗布して使用する。すでに変色、変形した爪を回復させる薬剤ではないために爪が伸びてこない症例には、 効果は期待できない。概要48週間後の完全治癒率は17.8%。接触性皮膚炎などの皮膚刺激があるために、爪以外の部位には不適とされ、周囲の皮膚心筋症には別の抗心筋剤を併用する必要がある。第 3i 臨床試験での副作用は6.4%であった。主な副作用は、皮膚炎、水泡、後半、 創用、異常感覚、主張、頭痛、皮膚剥脱、走行脱落等であった。全身性の副作用はない。なし。ありがとうございます。